こんにちは。スーパーマリオブラザーズの1の2面を作りました。ゲームのステージを参考に再現しましたが、土管に入るギミックは排除したり、一部都合よく変えています。プレイしてみるとこんな感じです。敵に当たったり落ちたりすると、最初からやり直し。敵は上から踏めば倒せます。当たり判定など、細かい調整は不十分ですが、今回はこのステージを人工知能にクリアさせてみたいと思います。昔、1の1面を AI にクリアさせたことがあるので、その続きですね。今回のステージは難しいところが何箇所かあります。まずは、ここです。敵が来るのを待ってからじゃないと、進みにくいですね。AI はしっかり待つことができるのでしょうか。続いて、ここも実は難しいところです。AI は基本的に前に進みたがるので、ここに来てしまうと、一度後ろに下がらないと進めなくなってしまいます。続いてここ、上から敵が降りてくるので、難しいです。工事も失敗しました。最後は、この、動く足場ですね。AI は、タイミングよく乗ることができるかな。ステージの説明はこんな感じです。次に AI の学習の仕方を説明します。まず、AI が行う入力は、左右に行くか動かないかプラス、ジャンプするかしないかです。左右移動とジャンプは同時に行えるので、6パターンですね。では、AI は何をもって移動やジャンプするかを決めるのか、行動の手がかりとなるものを教えてあげないといけないですね。ちなみに前回は、レーザーを取り付けて周りの環境を認識させ、それを手がかりとしていました。さらに、ステージの難易度を徐々に上げることで効率的に学習させていましたね。今回は違います。カメラに映っている画面の情報からどう動けばいいのかを学習していきます。例えばこの瞬間で見てみましょう。今映っている画面を 84×84 ピクセルに変換します。するとピクセル数が少ないので、ちょっと滲んだ感じになりますが、この解像度の画像を1フレームごとに参考にして、AI は自分の置かれている状況を判断します。これは実際に学習を開始したところです。AI はカメラ画像から環境を認識して行動を行った結果、こちらが決めたルールに従って報酬や罰を受け取ります。今回の報酬設計はこんな感じです。この報酬の与え方を考えるのも楽しいところですね。ちなみに、学習するときは何人かで一緒に学習して知見を共有したりして効率化を図ります。おのおの頑張っていますね。頑張れー。そういう感じで学習していくと、やはりこういうとこに行ってしまうと抜け出せなくなる場面が多々ありました。それでも、そのまま学習を続けていきます。今回は、500万ステップ学習しましたが、これは、100万ステップ学習した時の様子です。敵をいちいち待っておらず、ブロックを壊して敵を倒しつつ進んでいますね。すごすぎ。落ちました。一度戻って進むことも覚えていますね。落ちました。どうやら地面がない部分を飛び越えるところを頑張って学習中のようですね。ちょっと進めて150万ステップ学習後を見てみましょう。お見事。動く足場で落ちましたね。
途中で普通に敵にやられることもあるようです。しかし。なんと、クリアもしていました。では、次は300万ステップが集合。待ってられずに上をぶっ壊して早く進む感じ、さすが AI って感じがしますね。素晴らしいですね。何回か繰り返しても安定してクリアしてくれるように成長していました。この学習の様子を実はサブチャンネルで生放送で垂れ流しもしてましたが、メインで垂れ流すのもいいかもですね。すでに綺麗にゴールしていますが、一応今回の完成品がこちらです。1の1面ではピクピクしながら徐々に進む感じだったのですが、今回はゴールに一直線って感じで大成功でしたね。ちなみにカメラ画像からの情報で学習する前に前回同様レーザーを取り付けてカリキュラム学習も試しはしました。でもなかなかうまくいかず1週間ぐらい無駄にしたので、今回のやり方も試してみたって感じです。強化学習の動画はどうしても成功しないと動画にしづらい感があって難しかったりもしますね。どうでしたか？1の3面以降も可能だったら試してみてほしいとか、他にもこのゲームを強化学習でクリアしてほしいとかあったらぜひコメントお願いします。では、Twitter もやってるので、ぜひフォローお願いします。あんまつぶやかないけど、